キャットボーイと小さな忍者リーノ。みんな早く、今日の教室に一番乗りだよ。あ、ちょっと、僕の机どうしたの？誰かがひっくり返したみたい。片付け手伝うよ。なあ、君たち勉強が得意だろ。だから宿題手伝って。ああ、後でね、キャメロン。これ片付けてるから。ちょっとどいて、僕がやるよ。あ、わかった。それより宿題、君たちできるから本当頼りにしてるんだ。キャメロン待って、余計に汚してるよ。あ、ごめん、手伝うつもりで。コーナー、ちょっとこれ見て。本当ごめんね、キャメロン。今は宿題を手伝えないんだ。コナ、キャメロンを手伝ってあげたらいいのに。それどころじゃないよ、アマヤ。見て、この小さな足跡。何かおかしなことが起きてる。確かめなきゃ。パジャマスク、出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。グレッグはヤモリ。ゲッコー。ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ。パジャマスク。足跡ね。でも小さくない？どんなに小さなやつでも忍者リーノを放っておいたら危険だよ。そう、小さくても大きな力を持ってることがあるんだからね。僕みたいに。忍者リーノが来たってことは、うまく隠してきた。そう簡単には見つからないよ。さあ、イビキサウルスをベッドまで連れて行こう。パジャマスク、任務成功。あ、ごめんね、もう遊んだりしないよ。悪を倒し、街を救った。ねえ、キャメロン、何してるの？あ、別に。これ結構難しいんだね。まあね、やり方教えてあげる。見て見て、歩いてるよ。どう？クッキーの匂いを嗅いでるよ。やめてくれ、なんとかしろ、ロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだ、ロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット、第4弾に行こう。スーパー月光パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの？気をつけなさい。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよ、ロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろ、ロミオ。もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに離せ。じゃあ
そうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう？なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜けたち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。どう？一つずつ作っていったら太陽系の模型が出来上がったよ。みんな見て。うわ、光がすごく綺麗。宇宙の神秘だね。スピードの速いキャットカーならバスに追いつけたのに。アウルグライダーで空を飛んでたらバスがどっちに行ったか見えたかも。キャットイヤー、アウルアイ。みんなずるい、僕もできることがあるはずだよ。何かが街の広場の方に走っていく。急いで追いかけるね。待って、結構。アウレットは空から追いかけて、僕はスーパーキャットスピードで走るから。スーパー結構モービルカムフラージュ。お邪魔スクか。スクールバスを返して、ナイト忍者。学校のみんなが家に帰れないよ。だからなんだ。僕はいつもパジャマスクに変な乗り物で追いかけられてた。でも今自分のを手に入れたんだ。世界で一番速くてかっこよくて強い乗り物に改造するぞ。月光モービルより強くするのは無理だよ。お前がいつも乗ってる気持ち悪い緑の車よりこっちの方がずっといい。違うね、バスは壁を走れないだろ。カムフラージュオフ。そうかもな。でも壁にくっつくなんて羨ましくもない。僕にはベタベタ手裏剣があるんだからな。忍者たち許さない。忍者リーダー、悪そうに笑うのは僕だけだ。どうだ、参ったか。チャチな月光モービルで僕に勝つのは無理なんだよ。大丈夫だった？どうして一人で急に飛び出してったの？何かあっても助けてあげられないでしょ。助けなくていいよ、もう大きいんだし。忍者リーノが喜んでるよ。一緒に更新してる。本当だ、ちゃんと指揮できる。1、2、3、4。左見て、右見て、回って、下がる。8の字になって、さあ宙返り。忍者リーノ、準備はいいか？なんだよ、忍者リーノ。忍者リーノはお前じゃなくて僕の手下だぞ。一番の指揮者についてきてるだけだよ。ベタベタ手裏剣でパレードの邪魔をしてやる。僕が指揮できないなら誰にもやらせない。みんな、位置について並んで。太鼓がなくてもパレードの式はできるけど、壊されるのはやっぱり嫌だからね。パジャマスクのせいで全部台無しだ。ごめんね、ナイト忍者。でも君じゃなくて僕たちのパレードだ。みんな明るくて楽しいのが好きなんだよ。だからあなたのことを止めたの。今回はお前たちの勝ちだ。でも次はそう簡単にはいかないからな。うわー、すごい、最高のパレードって感じ。そうかもね、月光。でも明日のパレードの方がすごいよ。でしょ、キャットボーイ。うん、明日までに車の色を塗り直して旗もちゃんと飾らなきゃね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。
を屋根に立てれば、この学校とパジャマスクの基地は永遠に僕のものになる。は？今さら遅いパジャマスク。行くぞ忍者リノ。これで僕の勝ちだ。ナイト忍者って素早いんだね、キャットボーイ。僕たちの力じゃどう頑張っても勝てないよ。お友達のトカゲくんがいないのが本当に残念だな。強い忍者に頭を下げろ。そうだろう忍者リーノ。どうなってる、旗はどこだ。あ、僕が来て驚いた、ナイト忍者。そんなありえない、捕まえたのに。友達に助けてもらったんだ。それからカムフラージュで屋根に降りて、こっそり旗を2本とも取った。トカゲの尻尾にお任せを。じゃあ僕はこれで旗を基地に持って帰って立てるよ。これで勝ちは決まりだ。パジャマスクが勝った。お前たちのせいだぞ忍者リノ。ナイト忍者の夜の忍者学校には入れてやらない。ダメな生徒め。やったね月光、パジャマスクチームの勝利。悪を倒し学校を救った。ここにもいないみたい。声は聞こえる？うん、アウルアイとキャットイヤーが使えないとすごく難しいね。スーパー月光センスがなくても僕の勝ちだってはっきり感じる。旗を立てたよ、クレックの勝ちだ。思った通り旗取りゲームが上手だね。うん、さすがグレック、2連勝。うわー、ありがとう。でも君たちの方がすごいよ。世界で一番の友達だ。重すぎるのか。お前たち飛び降りろ、急げ。何を怖がっている、忍者なんだ、飛び降りても平気だろ。さあ行け。大変、飛び降りろって言ってる。助けてあげなきゃ。やった、ほらもう大丈夫。運転中だよ、気をつけて。ああ、分かったよ、忍者リーノ。この僕が悪かった。ちょっと意地悪だったかもしれない。もういいだろ。さあおいで。僕も大好きだよ忍者リーノ。ああ、ナイト忍者も案外優しいね。ああ、もう終わりだ、行くぞ。さあ、金の戦車を博物館に返そう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。ちゃんと遠足ができてよかったね。ほんと、先生にまたリーダーになってって言われたの。来て、あたしのアマヤティーニ。アマヤティーニ、冗談だってば。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよ月光、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。は？取れるもんなら取ってみて。返せ、あたしのだよ。返してあげる。まあ、しょうがない。次は負けないからね、お邪魔スク。あ、結構最後にちょっとだけキャメロンの車に乗らせて。すぐだから、いい？ありがとう。おっと、楽しい。
だ。明日までにちゃんと直せばいいよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。僕の車。ごめんね、僕のせいで大事な車をなくして。でも見つけたよ。ありがとうグレッグ。僕も昨日怒ってごめんね。ん？クラクションどうしたの？ちょっと違ってる。ほんとごめん、僕がうっかり壊しちゃって。それで新しいのをつけたんだ。いい音、最高だよグレッグ。いくよキャットボーイ。了解。はの花は夜に咲くから嫌いかも。やった、大成功だね。やめろ。憎らしいおじゃマスクね、覚えてなさいよ。わあ、やったね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。やったー、イエーイ、一等賞。また君。でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ。呪われたおじゃマスク。よしやるぞ、街を全部だ。そんなパーティーだよみんな。うわ、ドカンと行くぞ。スーパー結構パワー。何、月光、いつそこへ行った？ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、月光踊ろうよ。月光月光ダダダダ。月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろパジャマスク、次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ねえグレッグ、どうしたの？ボール持ってきたんだね。あの技見せて。うん、いいよ。でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ。イエーイ。ぐるぐるタスマキだね。ああ。
界を救おう。何？リズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ。踊ってみせて。足をどんどんやって、最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった。面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイ上手に回れるようになったね。道具を学校に持って帰ろう。ルナガールすごく楽しんでるから別に怒らないよね。パジャマスク任務成功。悪を倒しパーティーを救った。すごく上手になったねコナ。ありがとう。うわやるじゃないかコナ。ちょっと滑っただけだよ。そうだ、今の動きツルツルスピンって呼ぼう。回って転んでまたすぐ回るんだ。君たちも一緒にやってみない？わーやろうやろう。いい？うわー、びっくりするほど強い力だったね。うん、あんな力が出るなんて、急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ。僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を岸に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろ。本当の強さは友達を助ける時に生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい、メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ忍者リーノ。メダルは間違いなく結構のものだよ。ありがとう。でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。かっこいい。すごい。すごい。ものすごい力持ちが岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。やあロミオ、スーパーリザードグリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ。ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな。氷を溶かすから待っててね。よくやった猫。はい、猫も驚く大活躍だよ。本当、話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はロミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞパジャマス。僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな。覚えておけよ。まだ街中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。
氷はもうないね。公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。あ、どうしたの？あなたたちも来る？いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 、仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？あお家はすぐだよ、蝶々さん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオー。ちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。お、おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよ、キャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい。チョウチョと友達になれたね。あ、すごい、チョウチョも結構かっこいいかも。オーケー、あたしの番ね。落ち着いてやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろパジャマ抜け。もう遅いわ、ロミオ。ゲコ、線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。うわうわ、スーパーリザードクリップ、みんな僕に捕まって。ビュンビュン列車は取り返せたんだし。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おーい、早く。そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。おー、やったー。ねえ、先に乗っていいよ。本当に、ありがとう、アモヤ。私後でいいから、楽しんできてね。すごいスピードだよ。ぴょんぴょんグローブに乗った猫とヤモリか。面白そうだな。そうかな。月光の動きを見て。え、待て、そんなこともできるのか。僕のだぞ。うまくいったよ。どこに行くんだ。よし、私の番ね。すぐに返せ。いいわよ。返してあげる。今だ、キャットボーイ。おい、やめろ、離せ。あっち行け、パジャマ抜け。いいよ、アウレット。
王は猫のヒゲみたいに立派だ。そんなのないよ。世界を歩いて征服するなんて嫌だ。じゃあピョンピョングローブを使えば。でも気をつけてね。素早いヤモリじゃないと乗りこなせないから。勝手に言ってろパジャマスク。もともと僕のものなんだ。こんなの簡単に乗れるに決まって。よし、朝になる前にこの穴を塞ごう。手伝うよ。何したらいい？ありがとう。でも僕のせいでこうなったんだ。僕一人で直すよ。そう、スーパーキャットスピードで。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。今度はグレッグの番だよ。あ、そうだね、ありがとう。しまった。助けて、うんうん、川に落ちちゃう。あ、待っててね。は嫌なことしてごめんね。僕もだよ、ごめん。競争に夢中になりすぎて。悪いのはあなたたちじゃなくて私。何でも競争にしちゃってごめんなさい。自分が勝ちたくてやってたの。邪魔だ、どけ、まぬけなおもちゃども。ルナガール、まだやる気ね。もう競争はやめて、みんなで力を合わせよう。ルナガールに勝つの、行くぞ。うん、うん、何をしてたんだっけ。ああそうだ、また盗みの競争を始めるよ。こっちだよルナガール。何やった。と返してよね。ホイッスルはもらった。試合終了よルナガール。おじゃマスクはいつも私の邪魔をするんだ。ねえ、取り合いはやめて。みんな勝ちってことでいいでしょ。ルナボード、さあ急いでここから逃げるよ。次は負けないからね、パジャマスク。ルナガールも競争はもういいって思ったのかも。私と同じね。それじゃおもちゃを全部お店に返そう。たくさん運んだ人の勝ち。え、冗談だってば。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。喋るなんて絶対無理だと思ってた。きっとみんなに笑われるって。でもやってみたら
簡単だった。頑張ったねグレッグ。大変、声が。ううん、冗談だよ。最高に楽しい忍者のテレビが始まるぞ。すごい技を見せてあげよう。もう終わりだナイト忍者、すぐに剣を返せ。冗談はやめてくれ。僕がこの剣を持っている限りパジャマスクに勝ち目はないんだ。待て、剣を抜いちゃダメだナイト忍者。マスターファンだけが使える剣だぞ。いや、落ち着けキャットボーイ。ねえ忍者リーノ、君たちはあの剣を使わせてもらえないの？そのすごい剣は忍者リーノにはもったいないでしょナイト忍者。違う、そうじゃないよ。僕の方が上手だから使わせないだけだ。待て、やめろやめろやめるんだ。どけ、返せ僕の剣だぞ。忍者リーノを取るな、僕が主役だからな。言うんじゃない。役立たずの忍者リーノめ、頭にきたぞ。みんなよくやったね。パジャマスク任務成功。発火しないで街を救った。マスターファンの番組またやってるかな。待たせたな良い子のみんな、剣を取り返してくれた者に礼を言おう。やった、僕たちのことだよ。はいや、おわー、まだ修行が足りないみたいだね。でも怒らないで。そう、自分で転んだんだからしょうがないでしょね。わかってる、うまくできるまで練習するよ。はいーや。はあ、さあろうそくを吹き消すぞ。あ、なんだこの音は。いいかい、最初に乗った人の勝ち。パジャマンとヒヒは何をやってる。待て、あれもパーティーのゲームなのか。ねえ、もう一回やろうよ。僕が一番先に乗ったぞ、僕の勝ちだ。何、しまった。キャットボーイ。黙れ忍者リーノ、笑い事じゃないぞ。行け、覚えておけよパジャマスク。オートクリーン自動で綺麗になるからケーキが爆発しても平気だったんだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ものすごく楽しいパーティーだねグレッグ。ありがとう。え、マスターファンの風船。グレッグはトカゲの方が好きなんだろ。そうだよ、これはコナーにプレゼント。わあ、ありがとうグレッグ。僕の誕生日まで取っとくよ。マスターファンのパーティーをするんだ、言ったっけ。マスターファンの飾りにマスターファンのケーキ、マスターファンのゲーム、あとマスターファンの音楽、あと僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかったキャットボーイ。スーパー月光パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。ルナマグネットが。
を修理して次こそパジャマスクを倒す。やったねキャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。待て捕まえるよ。あ水だ。ちょっとまだ水が怖いの？うん。でも人にかけるのは平気だよ。忍者リーノが喜んでるよ。一緒に更新してる。本当だ。ちゃんと指揮できる。1、2、3、4。左見て、右見て、回って、下がる。8の字になって、さあ宙返り。やっ、忍者リーノ準備はいいか？なんだよ忍者リーノ。忍者リーノはお前じゃなくて僕の手下だぞ。一番の指揮者についてきてるだけだよ。ベタベタ手裏剣でパレードの邪魔をしてやる。僕が指揮できないなら誰にもやらせない。みんな位置について並んで。あ、太鼓がなくてもパレードの指揮はできるけど、壊されるのはやっぱり嫌だからね。パジャマスクのせいで全部台無しだ。ごめんねナイト忍者。でも君じゃなくて僕たちのパレードだ。みんな明るくて楽しいのが好きなんだよ。だからあなたのことを止めたの。今回はお前たちの勝ちだ。でも次はそう簡単にはいかないからな。うわーすごい、最高のパレードって感じ。そうかもね月光。でも明日のパレードの方がすごいよ。でしょキャットボーイ。うん、明日までに車の色を塗り直して旗もちゃんと飾らなきゃね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。立てればこの学校とパジャマスクの基地は永遠に僕のものになる。今さら遅いパジャマスク。行くぞ忍者リノ。これで僕の勝ちだ。ナイト忍者って素早いんだねキャットボーイ。僕たちの力じゃどう頑張っても勝てないよ。お友達のトカゲくんがいないのが本当に残念だな。強い忍者に頭を下げろ。そうだろう忍者リーノ。どうなってる？旗はどこだ？あ、僕が来て驚いたナイト忍者。そんなありえない、捕まえたのに。友達に助けてもらったんだ。それからカムフラージュで屋根に降りてこっそり旗を2本とも取った。トカゲの尻尾にお任せを。じゃあ僕はこれで旗を基地に持って帰って立てるよ。これで勝ちは決まりだ。パジャマスクが勝った。お前たちのせいだぞ忍者リノ。ナイト忍者の夜の忍者学校には入れてやらない。ダメな生徒め。やったね月光、パジャマスクチームの勝利。悪を倒し学校を救った。ここにもいないみたい。声は聞こえる？うん、アウルアイとキャットイヤーが使えないとすごく難しいね。スーパー月光センスがなくても僕の勝ちだってはっきり感じる。旗を立てたよ、グレッグの勝ちだ。思った通り旗取りゲームが上手だね。うん、さすがグレッグ、2連勝。うわー、ありがとう。でも君たちの方がすごいよ。世界で一番の友達だ。重すぎるのか。お前たち飛び降りろ、急げ。何を怖がっている、忍者なんだ、飛び降りても平気だろ。さあ行け。大変、飛び降りろって言ってる。助けてあげなきゃ。やった、ほらもう大丈夫。
ああ、わかったよ、忍者リーノ。この僕が悪かった。ちょっと意地悪だったかもしれない。もういいだろ。さあ、おいで。僕も大好きだよ、忍者リーノ。ああ、ナイト忍者も案外優しいね。ああ、もう終わりだ。行くぞ。金の戦車を博物館に返そう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ちゃんと遠足ができてよかったね。ほんと、先生にまたリーダーになってって言われたの。来て、私のアマヤティーニー。アマヤティーニー、冗談だってば。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよ月光、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。は？取れるもんなら取ってみて。返せ、私のだよ。返してあげる。まあ、しょうがない。次は負けないからね、お邪魔スク。あ、結構最後にちょっとだけキャメロンの車に乗らせて。すぐだから、いい？ありがとう。ふっほんと楽しい。あ、スーパーパワーで僕のせいだ。明日までにちゃんと直せばいいよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。僕の車。ごめんね、僕のせいで大事な車をなくして。でも見つけたよ。ありがとうグレッグ。僕も昨日怒ってごめんね。ん？クラクションどうしたの？ちょっと違ってる。ほんとごめん、僕がうっかり壊しちゃって。それで新しいのをつけたんだ。いい音、最高だよグレッグ。行くよ、キャットボーイ。了解。は？スーパーアウルウィングウィンド。月の花は夜に咲くから嫌いかも。やった、大成功だね。やめろ。憎らしいお邪魔スクね、覚えてなさいよ。わあ、やったね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか、光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。やった、一等賞。また君？でも
は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ！よしやるぞ、町を全部だ。そんなパーティーだよ、みんな。うわー、ドカンと行くぞ。スーパー月光パワー。何？やった、できたじゃないか月光。いつそこへ行った？ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、月光踊ろうよ。月光月光ダダダダ。うん、月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろパジャマスク、次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。どうしたの？ボール持ってきたんだね。あの技見せて。うん、いいよ。でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ。イエーイ。ぐるぐるタスマニー。救おう。なに？あ！よせ！スーパー月光パワー！あ！パーティーをぶち壊すおじゃマスクどもめ！いつも私の邪魔ばかりして！へえ、すごくリズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ、踊ってみせて。足をどんどんやって、最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった、面白そうじゃない。ねえ見て見て、キャットボーイ上手に回れるようになったね。道具を学校に持って帰ろう。ルナガールすごく楽しんでるから別に怒らないよね。パジャマスク任務成功。悪を倒しパーティーを救った。すごく上手になったねコナ。ありがとう。うわうわ、やるじゃないかコナ。ちょっと滑っただけだよ。そうだ、今の動きツルツルスピンって呼ぼう。回って転んでまたすぐ回るんだ。君たちも一緒にやってみない？わー、やろうやろう。いい？うわー、びっくりするほど強い力だったね。うん、あんな力が出るなんて、急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ、僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を岸に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろ。本当の強さは友達を助ける時に生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい、メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ忍者リーノ。メダルは間違いなく月光のものだよ。ありがとう、
でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。かっこいい。すごい、すごい。ものすごい力持ちが岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。したよ。車を全部奪うのは無理でも、お前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード！君の負けだよ、ルナガール。空き缶で私を倒す気か。お前のおつむも小さくなったようだね。あはは。あ、やったね月光。だけどどうやったら大きな鳩を元に戻せるかな。小さいザーはもう二度と使わないよ。基地の中にしまっておく。散らかしたものもちゃんと片付けるね。パジャマスク任務成功。悪を倒し魔人を救った。大変だったよ。でも綺麗になったから安心してパレードに行ける。ああ。伏せて。あ、よかった、カメラが出てきた。大事な塔がドシッと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをグッと前に押して。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。回って、大きく右。早く捕まえろ、忍者リーノ。飛行機を助けなきゃ。月光、月光パワーを頼むね。キャットボーイ、ついてきて。できるだけ近くまで寄って。スーパー月光パワー。着陸よ、キャットボーイ飛行士。了解、アウレット機長。次はやっつけてやるからな、おじゃマスク。見てろよ、すぐに僕を下ろせ、忍者リーノ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。私だったらそうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほらこうだよ。ブンブンブン。待てロボット、ダメだ、止まれ。わわわわ。
ットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろこの鉄くずめ。ありがとうご主人様、元気が出ました。え、主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ。どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんといい子ね、ロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。うわー、おいゴラ離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大好きな本だ。このフロッシーフラッシュの本、そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キックフラッシュ。いて。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？頑張れロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。やった、本が元通りだ。これで好きなのを読めるね。見て、フロッシーフラッシュの本だよ。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。ピョンピョングローブに乗った猫とヤモリか、面白そうだな。そうかな、月光の動きを見て。え、待て、そんなこともできるのか。僕のだぞ。うまくいったよ。どこに行くんだ。よし、私の番ね。すぐに返せ。いいわよ、返してあげる。今だ、キャットボーイ。おい、やめろ、離せ。あっち行け、パジャマ抜け。いいよ、アウレット。わあ。やったね、パジャマスク。ほんとすごかったよ。結構は猫のヒゲみたいに立派だ。そんなのないよ。世界を歩いて征服するなんて嫌だ。じゃあピョンピョングローブを使えば。でも気をつけてね、素早いヤモリじゃないと乗りこなせないから。勝手に言ってろ、パジャマスク。もともと僕のものなんだ。こんなの簡単に乗れるに決まって。よし、朝になる前にこの穴を塞ごう。手伝うよ。何したらいい？ありがとう。でも僕のせいでこうなったんだ。僕一人で直すよ。そう、スーパーキャットスピードで。パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。今度はグレッグの番だよ。あ、そうだね、ありがとう。しまった。上手にルナボードに乗れるようになったね、月光。ありがとう。上手になったら大好きになっちゃった。手伝ってくれてありがとう。ルナボードとマグネットは返すよ。ありがとう。そろそろ家に帰るんでしょ。楽しいクリスマスは終わりだね。大丈夫、まだ帰らないよ。もう一つやることがある。思わない、ルナガール。そうね、これでクリスマスは本当に終わり。
今年もプレゼントはなしだった。うんうん、あるよ。スケート靴。でも私滑ったことないの。大丈夫、僕もそうだから。きっとすぐできるようになるよ。やってみよう。パジャマスク任務成功。悪を倒しクリスマスを救った。イエーイ。うわあ、ねえ、何なのこれ。雪だよ、クリスマスの雪だ。さあみんな舌を出して。ベーベー。やあロミオ、スーパーリザードグリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ。ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな。いけ、成功。僕に追いつける。スーパー結構パワー。うわ、やだ。お前の負けだ。すぐ氷を溶かすから待っててね。よくやった猫。はい、猫も驚く大活躍だよ。ほんと、話をちゃんと聞かなくてごめんね。うん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はロミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞパジャマス。僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな、覚えておけよ。まだ街中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。氷はもうないね。公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。あ、どうしたの。あなたたちも来る。いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 。仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんねみんな、もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる。あ、お家はすぐだよ、チョウチョさん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグ、アマヤ見て、脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオー。ちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよキャメロン、優しくしなきゃね。こんな感じでいい。蝶々と友達になれたね。あ、すごい、蝶々も結構かっこいいかも。
は嫌なことしてごめんね。僕もだよ、ごめん。競争に夢中になりすぎて。悪いのはあなたたちじゃなくて私。何でも競争にしちゃってごめんなさい。自分が勝ちたくてやってたの。邪魔だ、どけ、まぬけなおもちゃども。ルナガール、まだやる気ね。もう競争はやめて、みんなで力を合わせよう。ルナガールに勝つの、行くぞ。何をしてたんだっけ。ああそうだ、また盗みの競争を始めるよ。こっちだよ、ルナガール。何、やった、と返してよね。ホイッスルはもらった。試合終了よ、ルナガール。お邪魔スクはいつも私の邪魔をするんだ。ねえ、取り合いはやめて。みんな勝ちってことでいいでしょ。ルナボード、さあ急いでここから逃げるよ。次は負けないからね、パジャマスク。ルナガールも競争はもういいって思ったのかも。私と同じね。それじゃおもちゃを全部お店に返そう。たくさん運んだ人の勝ち。え、冗談だってば。パジャマスク、任務成功。悪を倒し街を救った。ホイッスルあったよ。やった、ありがとう。ねえアマヤ、一緒にやらない。やる。それじゃみんな行くよ。喋るなんて絶対無理だと思ってた。きっとみんなに笑われるって。でもやってみたら簡単だった。頑張ったね、グレッグ。大変、声が。おお、冗談だよ。アウルアイ。何やってるんだ。誰かにくすぐられた。やった！おはん！大きくなったぞ！あー！スッパー月光パワー！やった！忍者リーノ、マシンを取り返せ！全部元の大きさに戻そう。
それじゃあ最後にミニマシンをうんと小さくして消しちゃおう。やったー、パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。本当に線のところより大きくなってる。じゃあ大きい子の遊びができるね。うん、でも3人で一緒にできるようになってからにするよ。今日はぐるぐる回るのに乗ろう。小さいうちに楽しまなきゃ。イエーイ最高に楽しい忍者のテレビが始まるぞ。すごい技を見せてあげよう。もう終わりだナイト忍者、すぐに剣を返せ。冗談はやめてくれ。僕がこの剣を持っている限りパジャマスクに勝ち目はないんだ。待て、剣を抜いちゃダメだナイト忍者。マスターファンだけが使える剣だぞ。いや、落ち着けキャットボーイ。ねえ忍者リーノ、君たちはあの剣を使わせてもらえないの？そのすごい剣は忍者リーノにはもったいないでしょナイト忍者。違う、そうじゃないよ。僕の方が上手だから使わせないだけだ。待て、やめろやめろ。やめるんだどけ。返せ僕の剣だぞ。忍者リーノを取るな。僕が主役だからな。ごちゃごちゃ言うんじゃない。役立たずの忍者リーノめ、頭に来たぞ。みんなよくやったね。パジャマスク任務成功。発火しないで街を救った。マスターファンの番組またやってるかな。待たせたな良い子のみんな、剣を取り返してくれた者に礼を言おう。やった、僕たちのことだよ。はいや、おわー、まだ修行が足りないみたいだね。でも怒らないで。そう、自分で転んだんだからしょうがないでしょね。分かってる、うまくできるまで練習するよ。はいや。はあ、さあろうそくを打ち消すぞ。あ、なんだこの音は。いいかい、最初に乗った人の勝ち。シャマンとヒヒは何をやってる。待て、あれもパーティーのゲームなのか。ねえ、もう一回やろうよ。僕が一番先に乗ったぞ。僕の勝ちだ。何、しまった。キャットボーイ。黙れ忍者リーノ、笑い事じゃないぞ。行け、覚えておけよパジャマスク。オートクリーン自動で綺麗になるからケーキが爆発しても平気だったんだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。すごく楽しいパーティーだねグレッグ。ありがとう。え、マスターファンの風船。グレッグはトカゲの方が好きなんだろ。そうだよ、これはコナーにプレゼント。わあ、ありがとうグレッグ。僕の誕生日まで取っとくよ。マスターファンのパーティーをするんだ。言ったっけ、マスターファンの飾りにマスターファンのケーキ、マスターファンのゲーム、あとマスターファンの音楽、あと。
俺たちにルナマグネットを渡さない。ここまでおいで。待て、ルナマグネットを返して。ルナマグネットをうまく隠してきた。そう簡単には見つからないよ。さあ、イビキサウルスをベッドまで連れて行こう。パジャマスク任務成功。あ、ごめんね、もう遊んだりしないよ。悪を倒し、街を救った。ねえキャメロン、何してるの？あ、別に。これ結構難しいんだね。まあね、やり方教えてあげる。見て見て、歩いてるよ。どう？クッキーの匂いを嗅いでるよ。やめてくれ、なんとかしろロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット第4弾に行こう。スーパー結構パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。ちょっと、どこ見てんの。気をつけなさい。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろロミオ、もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに離せ。じゃあそうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう。なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜けたち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。どう、一つずつ作っていったら太陽系の模型が出来上がったよ。みんな見て。うわ、光がすごく綺麗。宇宙の神秘だね。その間に逃げさせてもらうぞ。こっちだ。違う、こっち。ああ、どうして言う通りに動かないんだよ。ラボをちゃんと運転できないんだ。うわ、でも僕たちも人のこと言えないか。ああ、そうだ、失敗しないように頑張ったら余計に失敗したよね。キャットカーをぶつけたり。そうだね。だからヨロヨロするのを利用して攻撃する。ヘニャヘニャ指に、フラフラ足に、グラグラ歩き。そうか、ヨロヨロパワーだね。かっこいい。うわ、ロミオのラボはフラフラ走ってるから、うまくタイミングを合わせなきゃね。ほら来るよ。いい、よし、今だ。スーパー結構ヘニャヘニャ指。グラグラ歩き、キャット回転。あ、フラフラ足パワー。うわ、うわ、スーパーヘニャヘニャ指。になったぞ。あ、いつもパジャマスクのせいで台無しだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。理科の展覧会楽しみだね。怪しい科学者の実験とかなさそうだし。アマヤ、コナー、先生がね、火山をあっちに動かしてって。僕に任せて、もうヨロヨロフラフラしてないから一人で運べるよ。うん、うん。やっぱり一人じゃ厳しいかもね。そこ
こまでだロベット、おとなしく降参しろ。マスターファンとキックマギーには勝てないんだ。すぐロミオを離せ。嫌だ。もう終わりだ。欲しいなら受け取れ。うわフラッシーフラッシュスーパーキャッチ、やったナイスキャッチ。合うじゃなくてフラッシーフラッシュ。うん、さようならパジャマザル。わっはははわわ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 わ、いたいたんだ。うん、よろしくロベットです。仲良くしましょう。お邪魔スクメ、僕を遠くにほったらかしにしてここまで連れてきてくれてもいいじゃないか。ロミオ、ロボット、大事な友達、また話ができて嬉しいよ。ああ、友達はいいな。感動的な終わり方ですね。私も入れて。いいだろう。でもまず家に帰ってお前のプログラムを直さないとな。よし、さっさと帰ろう。わかりました。その前に遊び道具を返しましょう。いいだろう。じゃないとパジャマスクどもがうるさいからな。よろしくロベットです。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。うん、これで遊び場を元通り。よくやったねアマヤ、じゃなくてフラッシーフラッシュ。アマヤが犬のスロッピーをやらなくてよかった。僕ができるもんね。スロッピーは僕だよ。ワンワンワン、僕が先だ。もっと上手にできるし。ワンワン、僕の方がうまいよ。ワンワンワン、僕だってば。うわ、スーパーリザードフリップ。ロミオが言った通りパワーコピー機を奪って壊そう。よし右アウレット。ロミオを取り囲んで、スーパーキャットジャンプ。みんな一緒にアールウィングを使ってロミオのパワーコピー機を吹き飛ばそう。アールウィングウィンド、聞いてるよ。もっと強く。スーパーキャットスピードゴー。スーパーリザードクリップ。でもそんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。バイバイロミオ。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おはよう。あーコナ、飛び込み戦隊またやる？うん、もちろん。アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっと。お前たちのせいだよ、おじゃマスク。本にさよならを言うんだね。待て、スーパーキャットジャンプ。ありがとう月光。いいんだよ、本は無事か。でも基地のゲートは大きく開いたまま。残念だったねおじゃマスク。僕のことを忘れてない？すぐに出して、憎らしいヤモリめ。基地のゲートをしっかり閉めるまでダメだよ。よし、じゃあ出してあげる。ヤモリにこの私が負けるなんて。くしゃみが止まらなくて外に出られなくても、月光はパジャマスクの仲間なの。行くよみんな、次は負けないからね。頭に来るおじゃマスクどもめ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグかわいそう、
フロッシーフラッシュは取り返せたけど、くしゃみがひどくなっちゃった。しばらく家から出られないよね。一人で退屈してるかな。ねえグレッグ、具合はどう？すごく、クシュー、元気。家の中にいるのも楽しいよ。かっこいいスーパーヒーローを考えたんだ。見て、アメージングくしゃみキット。スーパーくしゃみの力で後ろ向きに飛べるんだよ。クシュー、おっと。パジャマスクどもがお前たちの後ろの林にいる。キャットボーイを下ろして捕まえろ。待って、ブリキカン、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい、あー、見て、おー、見て、うー、残りが来るよ。みんな位置について。こっちだよ、ロボット。おじゃマスク殿は何をする気なんだ。ロボット水嫌い。残り1体だ、スーパーキャットスピード。猫を捕まえろ、ロボット。よせよせ、やったね。月光パワーでマシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって、月光スーパー月光パワー。やったやった。覚えておけよ、おじゃマスク。ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ。バスケットボールはどう。サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー、二人がやりたいのでいいよ。いいだろう、それじゃあ取ってこい。強くなったんだから簡単に奪えるだろう。強いのは分かってる、でもバラバラだったら勝てる。数が少なければお前たちはずっと弱くなるんだ。何？さあ次行くよ、月光。残りあとちょっとだね。スーパーアールウィング、ドライ。やめろやめろ。みんなその中に入ってるといい。もう絶対に逃がさないぞ。やった待って、僕はパジャマスクじゃなく忍者リーナと修行する予定だったんだ。わかった、じゃあやらせてあげる。出てきて、忍者リーナ。やっとナイト忍者と戦えるよ。あー、そんないっぺんに来るな。盗まれたものを取り返そう。やめろ、忍者リーナ。今は戦いたくないんだ。運動をやめたら忍者リーナはまたすぐ弱くなるよ。ナイト忍者と戦って力を使い果たしそう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。イエーイわーい。さあ、いっぱい運動しよう。一生懸命体を鍛えてもっと強くなるんだ。そんな強くならなくてもいいよ。友達がついてるでしょ。なんで進まなくなったの。ルナガールのルナマグネットの力がすごく強くて。そうだ、チームで力を合わせるのよ。月光は月光パワーを使って、キャットボーイはスーパースピード、私はアールウィングで風を起こす。
勢いをつけてボールを転がしてね、みんな。よし。何をやってるの？やめてやめてやめて！イエーイ！ワンワン、大成功！イエーイ！やったー！ムーンボールが、すごいじゃないの！やったね！でもおもちゃがそこら中に散らばっちゃった。全部集めて元々あったところに返そう。ボール使っていいよ。はあ、こんな小さなボールでどうしろっていうのよ。うんうん、あらなかなか面白いじゃない。マグネットは置いといてあげる。うん、さあみんな、おもちゃを返しに行こう。パジャマスク、小さな声で悪を倒し街を救った。グリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ、ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな。イエス成功。僕に追いつける。スーパー結構パワー。氷を溶かすから待っててね。よくやった、猫。猫も驚く大活躍だよ。ほんと、話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はローミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞパジャマスク。僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな。覚えておけよ。まだ町中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。氷はもうないね。公園に遊びに行こう。それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。うん、どうしたの？あなたたちも来る？いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 。仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？お家はすぐだよ、蝶々さん。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。グレッグ、アマヤ、見て。脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオー。ちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなってば。ラ
乱暴なことしたせいだよ。キャメロン、優しくしなきゃね。こんな感じでいい？チョウチョと友達になれたね。あ、すごい、チョウチョも結構かっこいいかも。待てロボット、ダメだ、止まれ。わわわわ、アウレットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろ、この鉄くずめ。いいね、ありがとうご主人様、元気が出ました。え、主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ。どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんと、いい子ねロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。うわー、おいこら離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大好きな本だ。うん、このフロッシーフラッシュの本、そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キッククラッシュ。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？うわ。頑張れロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。やった、本が元通りだ。これで好きなのを読めるね。見て、フロッシーフラッシュの本だよ。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。さすがロミオ、大きな恐竜の模型を盗み出して空を飛ぶなんて誰にもできないだろう。盗んじゃダメだよロミオ、すぐに取り返そう。返さないよ。この恐竜でまず町のやつらを驚かす。それから他の恐竜を全部盗んで世界中に攻めていくんだ。そして世界を征服する。そんなことはさせないぞ。そうかい、こいつに勝てるか。うわっほー。子猫ちゃんを怖がらせちゃったみたいだね。行くぞ、飛べ飛べ飛べ。ああ、あの猫も脅かしてやろう。間抜けなパジャマスクがまた来るかもしれない。いい練習台だ。ほら猫ちゃん猫ちゃん。お、邪魔だ、どけ、前が見えない。だから猫は嫌いなんだ。猫め。ロミオがロボット恐竜を直す前にやっつけよう。みんなで飛びかかるぞ。その前に博物館で私を脅かしたこと謝ってよね。ごめんって言ったじゃないか、ただの冗談なんだし。いいわ、私一人でロミオを捕まえに行く。ああもう、アウレット。飛び立つ前に飛びかかろう。いい？3、2、1。ダメ、待って、スーパーキャットジャン。いやー、覚悟はいい？ラミオ。したよ。車を全部奪うのは無理でも、お前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード！
君の負けだよ、ルナガール。空き缶で私を倒す気か？お前のおつむも小さくなったようだね。あはは。あ、やったね、月光。だけど、どうやったら大きな鳩を元に戻せるかな。小さい竿はもう二度と使わないよ。基地の中にしまっておく。散らかしたものもちゃんと片付けるね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。と大変だったよ。でも綺麗になったから安心してパレードに行ける。あ、伏せて。あ、よかった、カメラが出てきた。大事な塔がドシンと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをグッと前に押して。下がれ。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。やるからな、おじゃマスク。見てろよ。すぐに僕を下ろせ、忍者リーナ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。私だったら、そうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほら、こうだよ。ブンブンブン。オーケー、私の番ね。落ち着いてやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろ、パジャマ抜け。もう遅いわ、ロミオ。結構線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。うわうわ、スーパーリザードグリップ、みんな僕に捕まって。ラボは捕まえるって言ったでしょ。僕の大事なラボ、やったやったやった。列車なんていらない、大好きなラボさえいればいいんだ。じゃあ列車を元の場所に戻そう。遊園地のみんなが楽しみにしてるもんね。いいか、次はやっつけてやるぞ、パジャマスク。え、その前にありがとうだろ。別にいいよ、月光。ビュンビュン列車は取り返せたんだし。
パジャマスク任務成功。悪を倒し町を救った。わーい、早く。そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。わー、やった。ねえ、先に乗っていいよ。本当にありがとう、アモヤ。私後でいいから、楽しんできてね。すごいスピードだよ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。いやだ、びしょ濡れじゃない。やめて、やめて。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して、次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。マグを倒し街を救った。ちょっと、まだ水が怖いの？うん。でも、人にかけるのは平気だよ。ジャンプ。取ったよ。やめろ、この石泥棒。うん。石は全部返してもらった。もう月を引っ張る力は出ないだろ、ルナガール。ふん、でもこれくらいの力はあるよ。僕だってそれくらいの力はある。スーパー月光パワー。わー、じゃあまたね、ルナガール。わー、覚えてなさい、パジャマスク。やった、月は元の場所に戻ったよ。磁石の石がなかったら、ルナガールはもう月を引っ張ることはできないね。大切な石を諦めるなんてすごい勇気だよ。よかったの、月光。うん、石のことより後片付けの方が気になるよ。博物館の前に列車やロケットがいっぱいだ。みんなで片付けよう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。なんで博物館に行くの？アマヤと僕がギフトショップで新しい石を買ってあげるよ。月の石ほど特別じゃないけど、でも…うわー、ありがとう。でも僕、石がなくても大丈夫だよ。だってただのものだもん。だからそんなに大切じゃないでしょ。だけどあの石はすごく特別だったよね。あの石でルナガールを倒したし、やっぱり新しいのがいるかな。ない方がいい？それともある方がいい？ない方がいい？グレッグには何かを決めるスーパーパワーはないんだね。ほんと、悩めるヒーローだよ。マヌケな忍者リーノどもめ。僕が自分でお邪魔スクを倒す。ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣、ベタベタ手裏剣。危ない。そいつを助けるのはやめろ、ミニ忍者リーノ。はっ、いや、ははスーパーキャットスピード。
を邪魔するんだ。キャットボーイ、何をする気？助けるんだ。ヒーローはみんなを助ける。ナイト忍者もね。ああ、そうだな。ミニ忍者リーノの言う通りだよ。ちゃんとありがとうを言わないと。行くぞ、忍者リーノ。は？これでもうお別れだね。はあ、あ なんで叩くんだ？遊びたいんじゃない？鬼ごっこしたいんだよ。鬼ごっこ？ああ、勝てる気でいるのか？僕は鬼ごっこがすごく得意なんだ。ははー、捕まえた。お前が鬼。これでナイト忍者は少しの間おとなしくしてるだろう。パジャマスク任務成功。悪を倒し、街を救った。宿題、手伝ってくれてありがとう。いいんだよ、キャメロン。いつでも喜んで手伝う。だろ？もちろん、やめて。よかった。他にも手伝ってほしいことがあるんだ。どんなこと？鬼ごっこ。ダッチ。ダッチ。あ、失敗。走り回ってばかりだと疲れちゃうよ。